さあ、こんにちは、男ジョルです、今日7月30日、もう7月もあと2日で終わりますね。早いもう8月、そして暑い香川県、連日35度、36度記録してます。で今現在もね、何度だろう、29時の時点で29度、今10時5分の段階でね、もう32度という、驚異的な暑さになってね、もう外に行くことをためらうぐらいで、お家の中にいてもね、エアコンが悲鳴を上げてますね。まあ、あのお家の広さとか能力とか以前にもう外気温が高すぎて、あのエアコンコンプレッサーがね、オーバーヒート、もう暑すぎて冷やせないっていう状況にもなったりするんで、もう図書館とかね、水遊びとか、まあ、水遊びしててもね、脱水症状とか熱中症になったりするんで、水分補給とね、帽子かぶっておくことは必須だと思うんですけど、まあそんな中ね、暑い日でもバイクに乗ろうというね、はい、バリオス君頑張って直して、バリオス君、これもね、あのこの間スタンド立ててね、あの置いてたら地面が斜めでね、スーッと進んでポテってこけちゃったんですよね。その時これ折れちゃったんですよね。こうポキッといっちゃってるじゃないですか。これかわいそうでしょう。まあなんかしばらくこれで持ってるとね、これでちょっと慣れてきたっていうのもあるんですけど、まあ待っても直しとかないとねということで、この今日はレバーを直したいと思います。で、物は頼んでる。で、ゴリッツじゃない、どこだったっけ。ああ、だね、まだまだよいしょ、パーツがね、いっぱい届いてて全然追いついてないですけど、これかな、これこれこれですね。こんな感じで今届いてます。どんなレバーにしようか迷ったんですけど、なんかかっこいいのもいっぱいあってどうしようかなと思ったんですけど、オーセンティックにしました。形はね一緒なんですけど、ほい、色がねかっこよくないですか、マットブラック、ちょっと旧車感あるでしょ。これに変えようと思います。ビッグワンっていうブランド、商品名クラッチレバー系ワイヤー黒ってことですね。で、どっちがどっちだ、こっちがクラッチレバーでこっちがブレーキレバー、これをね交換していきたいと思います。で、交換する場所がここですよね。この部分をね、あー、モバイルバッテリーが落ちました。大丈夫か、ここちょっとこんな感じで取っていこうかな。で、時々、こうやって寄りにしてみたり、ね、こんな感じで取っていきましょう。じゃあまずね、これ開けていきましょう。雑な開封ですね。しかしこのビニールがね、めちゃくちゃしっかりして、雑開封じゃ開けれないぐらいしっかりしてるビニール梱包です。いいな、こんな感じ、で、これがクラッチレバーということなんで、ここにもポン付けできる感じなのかな。ちょっとやっていきましょう。でもね、ワイヤーとかが絡んでるんでちょっとめんどくさいような気もするんですけど、まあね、ちょっとやってみましょう。このね、殻、これがなくなっちゃうとね、ガタつきが起きるらしいんで、これをなくさずにいきたいと思います。で、何がいこうかな、まずはここのね、クラッチワイヤーをダイヤルというかね、ネジ緩めてこれをね外してあげたいんですよね。ここをね、ぐるぐる回していって、硬いな。これを棒にしようか。ここのダイヤルを回すと緩むんじゃないかなと、そんな風に思ってます。テンションがかかって外しにくいですけど、これでも別に外さなくてもいいのかな。一応
外せそうなものを外しときましょうか。勝てえな。あとちょっと。こんな感じでクラッチワイヤーをちょっと外してみましょう。充電に戻る。ん？ロボットさんが何かおっしゃってます。硬い、プライヤー使いたい。プライヤー使おう。なんかここ外さなくてもいいような気がしたな、してきた。ああやばいやばい、なんか舐めてってるぞ。ここ外さなくてもいいのかな。ちょっとここの10ミリ8ミリっぽい、よいしょ、穴があって、ここで先ちょっと外してあげましょう。ここは8ミリは合わないですね。10ミリかな。10ミリあるかな。あら、それよりプライヤーがないな。10ミリ。プライヤーがない。バチェットはないな。バチェット取ってもない。はい。10ミリがね、合うみたいです。10ミリが合うけど、これ入んないで。モンキーか。モンキーか。モンキーか何かでいきましょう。10ミリのメガネってね、僕一瞬で開くそうですよね。これ、あるあるですよね。これでね。ここ。このネジ取っていきます。外しにくいぞ、これは。外しにくいけど緩むのはなんか早いような気がする。ちょっとミラー取っとこう。あら、ミラー取れない。昨日までゆるゆるだったのに。あ、なるほどね。下からもナットがあるんで、下側からもどうやらアクセスできるみたいですね。うん、下側空回りしちゃってるんで、このやっぱここ今緩めてる部分を取らないといけないんで、10ミリが入んないんで、このねミラーステーっていうのかな、クラッチのステー自体を緩めてあげます。六角レンチかな。六角レンチ。で、ちょっとね、ここをね、動かしましょう。こんなところにいいタオルが。こんな感じでね。こんなに硬いの？めちゃめちゃ硬く締まってますよ。硬いのか錆びてるのかちょっとどっちかわかんないですけど、まあこんな感じでちょっと角度つけるとね、ここに10ミリのボルト見えてくるんで、ここはもうよしね、ラチェット持ってきます。はい、じゃあ10ミリのねラチェット持ってきたんで、でね、パパッと取ってみましょう。逆でした、閉めてましたね。こんな感じで緩めていって、
納豆抜くと。で、納豆抜くとこれが外れるはずなので、あ、でもさ、ワイヤーがここで噛んじゃってるんで、これ失敗だったかな。ワイヤーはそのままの方がもしかしたら良かったのかもしれない。ちょっと戻していきましょう。はい、うん、よかった、よかった、見てくれてる。こんな感じで入れていきます。ちょっとグリススプレーで滑りを良くしておきます。そうですね。で、こうグラグラになってきたところで、上に向けてこのワイヤーをね、よいしょ、ペコッと取ります。これで完全なんで、こんな感じ。交換品との比較です。ここメッキなんですね。ちょっとメッキがなんか揺らいでるんで、多いとは言えないですけど、ここも本当はマットブラックが良かったな。こんな感じですね、うん、ほぼ一緒ですね、形状は。じゃあこれで組み込んでいきましょう。このね、金色のこれね、カラーでこれ飛んじゃうと、よいしょ、ガタつくらしいんで、これをねなくさないようにいきましょう。で、まずさっき外したみたいに、どっちだ、こうつくから、こうか、このねクラッチワイヤーを溝にはめてあげます。うん、ではまったら、よいしょ、まあ、あとは、入るように。あ、やばい、これがね抜けちゃうとおグラグラになっちゃうし、あ、やばい、なんかバレてきた。OK。って感じで押し込んで、で、ここにはめます。こんな感じ。で、あとは、このね、軸のボルトを入れて、グリス振って、グリス振って、ナットを締めていきます。収まりが収まってくれない。やっぱり横着せずに最初は手でいくのがベストですね。感じでくるくる入れて、くるくる入れて、でくるくると、で締めていきましょう。ボルトの頭がね空回りするんで、上側も押さえてあげて締め込んでいきます。ギュッギュッと。で、ちょっと握ってみましょうか。お、いいけど、なんか動きがめっちゃ悪いぞ。これはなんで？ほら、これは締めすぎなのかな。指定トルクとかあったの？ちょっと緩めてみましょうか。ちょっと緩めてみました。あ、軽くなりました。どうやらね、ここ締めすぎるといけないみたいですね。そんなのでもあり。
ぎない程度に。あ、ここまで行くと戻んないですね。ちょっと緩めましょう。これぐらい。OK。うん、いいね。じゃあ、クラッチ、ワイヤーの位置を整えましょうか。でも、これでいいような気がするけどな。一応、どこだ ?5。このダイヤルの位置を、硬いな。ちょっと調節して。あ、こういうふうにするとすぐ回るの。なるほど。1だと、なるほど。どれぐらいがいいのかな。これはちょっと走りながら調整しようかな。これだと近くなるんだ。まあいいや。ちょっとね、このクラッチワイヤーに関しては走りながら調節したいと思います。ではまず3の位置止めておきましょう。で、1にするとかなり遠くなるな。で、5だとかなり近くなります。こんな感じで、一応工具積んどきますと、走りながら微調整したいと思います。で、先ほど緩めたここの角度ですよね。この角度を元に戻していきます。低すぎてもあれだし、上すぎてもなんか使いにくいし、これぐらいかな。これぐらいだったかな。ここもね、走りながら微調整しましょうか。骨格フレンチも一応積んでいきましょう。ここグリス打っときたかったな。グリスアップしときます。硬かったんで。古いバイクはね、ほんと、グリスアップとかがね、完全に要です。こんな感じでクラッチ交換できたんで、ミラーの位置ちょっと決めときましょう。ミラーを、なんかミラーがじゃじゃ馬さんですね。バイクあるある。ミラーが、ミラーの定位置がなかなか定まらないというあるあるありますかね。僕ほんと乗るバイクこのミラーがね、あっち行ったこっち行ったりするっていう現象に悩まされてます。あるあるですよね、バイク乗りの皆さん。ちょっとギリギリ。ああ。で、いい位置にして、で、閉める。感じでしょ。 OK。 うん、いい感じ。じゃあ次こっち、ブレーキレバーの、ね、交換いきましょう。ブレーキレバーの交換もね、さらに簡単らしいです。え、もしかしてここのマイナスドライバーだけなのかな。そう、でも後ろはよいしょ、10ミリですね。この下にね、10ミリがあります。これ緩めて、今ブレーキワイヤー、あ、ブレーキワイヤーじゃないんだ。そっか、油圧式なのかな。油圧式で、これでこのボルトをどう抜くんだろう。
こいつ自体回すのかな。なんかマリナスで回しそうな予感ですね、ここ。うん、じゃあここね、マイナスで上がってくるのかな。上がってきた、上がってきた。そういうことだったのか。よしよし。こんな感じで持ち上げて。ああ、やっぱりブレーキで言えば黒いのかっこいいな。でも、アフター撮るの、ビフォー撮るの忘れてた。これが、9で、新旧のこんな感じです。形状はもう全く一緒ですね。うん、川崎用として買ったんでね。もう全く一緒ですね。ほぼ純正、もう純正と言っても分からないぐらいの仕上がりですね。マットブラックやっぱりかっこいいな。これって多分ちょっとグリス塗っといてあげよう。こっちもグリス塗っとこうかな。あ、やばい、速攻落としちゃった。傷ついた？あ、傷ついた。傷ついちゃった、ここ。これ、今マジックで塗りましょう。マットブラック最強説。マジックで塗ればなんとかなるっていうね。ね、お隣ここに、スッと刺して、上から、ネジを入れて、で、マイナスドライバーを、締めていく。で、裏からね、忘れずに 10mm のマットを仕込んであげて、ギュッギュッと、うん、これで OK。 で、ブレーキにもダイヤルがあるんですね。1だとどうなるのか。あ、結構遠くなりますね。で、4だとかなり近く。うん、いい感じで、まあ、走ってて微調整したいんで、工具はねシートのとこに入れておきましょう。最小限工具、整備工具入れておきましょう。こう入れてるとね、走ってる時にガッチャガチャ言うんで、あんまり好きじゃないんですけど、背に腹は入らないですね。安全第一だからね。シートをつけて、そう、またがってみましょうと。うん、どうでしょう、マットブラック。かっこいいんじゃないですか、これ。よいしょ。あ、いいな、なんか、ハンドル周り、すごい締まりが出ました。で、クラッチの利かせ幅なんですけど、映るかな。ちょっとクラッチの調整しましょう。どれぐらいでクラッチつながるかっていうのをテストしたいと思います。あ、いい感じ。あ、これは遠いな。これだと遠すぎるけど。
これはね、走りながら調節していきたいと思います。 OK。 うん、マットブラックかっこいいですねこれ。うん、ってなるとね、ミラーとかもマットブラックにしてきたくなってきますよね。そんな感じで、よいしょ、バリオスのね、クラッチレバーと、ほい、クラッチレバーと、ブレーキレバーの交換でした。うん、思った以上にスムーズにいって安心しました。まあね、このあたり、結構折れるらしいんで、うん、真っ先に折れやすいところだと思うんで、まあ、これね、ご自身で直せるようになってるとね、まあ、釣りの途中に万が一折れちゃってもね、リカバリーが効いて、これぐらいの整備はね、覚えておいた方がいいんじゃないかなと。思います。はい、以上で、クラッチレバー、ブレーキレバー交換でした。